久々にヤバかったぜ。とりあえずこれ以上異変は起きないとは言ってたけど、消えた人たちは戻ってくるのかしら。これ以上異変が起きないなら様子を見るってこともできるぜ。そうね、とりあえず神社に帰ろうかしら。何も解決してないようなら今度こそ責任取らせて何とかさせるわ。私も帰ってご飯にしようかな。
あ、そうそう、レーム、ケチャップ貸してくれよ。別にいいけど何使うのよ。っていうか、それくらい買いなさいよ。ケチャップで目玉焼き食べるんだよ。私は和食派だからな。目玉焼きは醤油しかありえないと思うけど、世の中にはケチャップで食べるやつがいるらしいぜ。私も醤油ね。醤油以外ありえない気もするわ。な、ケチャップだぞ。そんな組み合わせ想像もできないからな。一度試してみたかったんだよ。それに一度しか試さないことにわざわざケチャップ一つ買うのもなんだかもったいないだろ。なんとなく理解できなくもないわね。だろ。前はゆゆ子から借りようとしたら庭師にケチャップごと切られてさ。まあ無断で持っていった私も悪かった。目玉焼きにケチャップかけて食べてたのあいつらの前ですごくバカにしたからなんだか言いにくくてな。案外気が小さいのね。バカにしたものの興味が湧いてきてそのまま失敬ってところだったんだけど。だからといって私のところからも無断で持ち出すのはやめてちょうだい。まったく、貸してほしいなら一声かければ済む話でしょうに。お前はなんかフランドールに腕折られてピリピリしてたからな。八つ当たりされても面倒だったし。まさか私に関節技を決めるなんてね。あんまりピリピリするなよ。お前はブチギレると目的を忘れて幻想郷そのものを吹き飛ばしかねないからな。なにつまんない冗談言ってるのよ。そんなことするわけないじゃないの。帰って一休みしてからもう一度調査にでも向かおうかしらね。あの日の泣き顔